アバターは、スウェーデンエーテボーリ出身のメロディックデスメタルバンド。ドイツバッケン公演2001年に、ジョン・アルフレッドソンとクリスティアン・リンミの2名を中心に、ロストソウルが結成される。5人組だったが、メンバーが流動的でほどなく解散してしまう。そして、ロストソウルを母体に、新たに、アバターが結成される。結成の中心となったのは、ジョンとヨナス・ヤルスビーの2名。 アバター結成にあたり、この2名に加えて、ヨハネス・エッカーストロム、キム・エガーボ、ニクラス・グリーンが加入した。しかし、メンバーが流動的で、まとまった活動は困難だった。さらに、この時期に、ボーカリストのヨハネスが喉を痛めたため、バンドを離れてしまうアクシデントも発生しているなど、順調とは言い難い、活動状況に陥っていた。 2003年になって、復帰したヨハネス、ヨナス、シモン・アンデション、ヘンリック・サンデリン、ジョンの5名のメンバーに落ち着く。2004年、パーソナル・オブザベーションズ・ヨン・リーズンズ 2D と題されたデモを立て続けにリリース。ヨン・リーズンズ 2D の楽曲には、ナイト・レイジで活動するマリオス、イリオ・ポーロスがゲスト参加していた。2005年に、マイ・シャイニング・スターをリリース。 これらの活動と並行してライブ活動も活発化。この時期にデンマークのコペンハーゲンで初の国外ライブを行っている。同年にゲインミュージックエンターテイメントと契約。2006年ファーストアルバムソーツオブノートモローをリリース。ライブではインペールド・ナザリーニやエヴァ・グレーラと共演している。2007年には 東京のインフレームスやアメリカのストーンサワーやメガデスのサポートアクトとしてステージに立っている。同年にセカンドアルバムシュラハトをリリースした。同アルバムはスウェーデンの音楽チャートで27位を記録するなど高評価を得た。同アルバムにはインフレームスのビオン・イエロッテがゲスト参加した。この後もソイルワークやオビチュアリー等の大物バンドのツアーに参加している。 2010年、サードアルバム、アバターをリリース。同アルバムは、スウェーデンの音楽チャートで36位を記録した。日本でも、ステイゴールドから、日本版がリリースされ、日本デビューを果たしている。2012年にフォースアルバム、ブラックワルツをリリース。2012年、フォースアルバム、ブラックワルツをリリース。デビューメンバーのシモンが脱退し、ティム・オーストロームが加入した。 2014年、フィフスアルバムヘイルザ・アポカリプスをリリース。2016年、シックスアルバムフェザーツ・アンド・フレッシュをリリース。2018年、セブンスアルバムアバター・カントリーをリリース。2020年5月時点。ありがとうございます。